崩壊スターレイル、前回に続けてプレイしていきましょう。さて、久しぶりに散歩に出会ったというところからですね。めちゃくちゃ前だなぁ。俺の進みが遅いのもあるんだけど。反対側に行くには長い距離を歩かなければなりません。二人ともピンボールマシンで対岸までジャンプしましょう。ピンボールマシン？この子はまだ無境に慣れてないから危険だと思うけど。危険？ホタルさん、これはファミリーの美しい夢。どこに危険があるというのですか？夢の中だからこそスリルを求めないと。さあお姉さん、あなたならできると彼女に証明してあげましょう。か、反射板を選択しバッテリーを消費することで反射板をオンにすることができます。反射板をオフにするとバッテリーが返却されます。反射板がオンの時その方向を調整できます。バッテリー残量が足りないとそれ以上反射板をオンにすることはできません。リセットを押すことで全ての反射板の状態を元に戻せます。反射板の開閉状態と方向を調整し、2つのピンボールマシンの発射口をつなぐ道を作りましょう。道路がつながったとき、ピンボールを発射できます。ピンボールマシンを退出するとき、反射板の状態は保存されます。こういうこと？オフ。こういうことか。発射。酔うだろ、これ。ここは商業エリアの仮想？めっちゃ響くな、ここ。僕たちが行こうとしているのは、この先にあるピピピピシのサロンです。ピピピピシ？何ピピピピシって。このサロンは少し変わっていて、ピピシ人以外はビップカードを持った顧客しか入れないんです。ピピシ人って何？この散歩にできないことなどありませんが。嘘つきだもんね。おや、用心棒のお兄さん、また会いましたね。あんたか、また来たのか。はい、今日は友人二人とここで遊ぼうかと思いまして。サロンの席はまだ空いていますか？何人だ？三人です。ビップカードを見せてくれ。はい、どうぞ。その友達二人のカードだ。あんたのはもう見たからな。あ、全員分いるんだ。ああ、それは僕の友達は初めて来たんですから、ビップカードなんて持ってるはずないじゃないですか。僕のカードで融通を聞かせてくれませんか？この二人の身元は間違いなく信頼できると僕のカードで保証しますから。それは無理だな。ルールを破るわけにはいかない。カードがないなら帰ってくれ。入れないみたいだね。もういいよ別に。慌てないでください。何か方法を考えますから。あ、そうだ、用心棒のお兄さん、こうしましょう。僕たちは中に入らないので、代わりにあるものを取ってきてもらえませんか？以前ここに預けたものなんですけど。裏切りを選んだ瞬間、疑念の暗雲、死んでも消えない恨み、ボマーのお姉さんにピエロが用意した素材だと伝えてください。きっとそれで理解してくれますから。何それ。強烈な感情ですよ。どうやって使うかについては今は秘密にさせてください。わかった、彼女に伝えてくる。
あんたたちはここで待ってろ。ほら、取ってきたぞ。彼女はそれだけじゃ足りないから、ついでに砕けた夢も一個入れたと言ってた。どうするかはあんた次第だってな。あはは、やっぱりお姉さんは気が利きますね。ありがとうございます。これってあと一つになりました。近くのアーケードゲームを探さないと。あ、これは運がいい。サロンの入り口に一台ありますね。行きましょう。あなたたちに面白いものを見せてあげます。どういう店なんだろう。このテレビどうして道端に捨てられてるの？あはは、違いますよ蛍さん。これはアーケードゲーム、それもパンクロードのような電子ゴミではなく、もっと無教の雰囲気にマッチしたゲームなんです。さあお姉さん、試しに触ってみてください。何が起こるか見てみましょう。なんで自分で試さないの？そんなの、あなた自身に体験してもらいたいからに決まってるじゃないですか。もちろんこれはただの提案ですから、やりたくないなら構いません。僕が。二人同時に視線をあなたに向けた。正確には三人だ。デカバナのサングラス男も画面の中でこちらを見ている。洗濯の時が来たのだと悟った。このテレビに触れると一体どんな面白いことが起きるのか確かめたくはないか。これって他の選択肢じゃない感じ。その通り。ということで目の前の怪しいテレビに手を伸ばした。姿が変わるのか。クールにふんと鼻を鳴らす。あなたはクールにふんと鼻を鳴らした。我ながらマジかっこいい。君すごくかっこよくなったね。ありがとう。本当にすごくかっこいいですよ。それでどうして彼女はこんなことになっちゃったの？わかりませんか蛍さん。彼女はさっきこのテレビに吸い込まれ、ブラザーハヌと体が入れ替わったんです。え、待ってください、もう少し詳しく見てみますから。見てください、これはちびっこハヌの大作戦。ストーリー紹介によると、ボスストーンの不思議な装置によって体を小さくされた主人公はハラハラドキドキの大冒険を繰り広げながら、小さな体で美しき夢の街を救わなければならないようですね。このブラザーハヌがアニメでやっていたことを再現するか、もう一度このテレビに触れなければ元には戻れないようです。めんどくさいな。で、何すればいいの？状況は完全に理解した。長い付き合いの友人に次はどうするべきか教えてもらおうとしよう。しかしキャラクター設定上それをすることはできない。今のあなたにできるのはクールにふんと返事をすることだけだ。なんで知ってんだ。めんどくさいな。あなたはとてもクールにふんと鼻を鳴らした。ずっとこのままクールでいられるのであれば、果たして元に戻る必要があるのだろうか。真剣に考えてみた方がいい気がした。あ、ここに入り口から入って冒険を始めると書かれていますね。そこから中に入って挑戦を始める必要があるようです。応援してるからね。
頑張ってください。バカにしやがって。クラックフィルムがピノコニーの無境の中で設計したアーケードゲームブラザーハンに変身した客人は無境の、片隅で奇妙な冒険を繰り広げます。ちびっこハヌの大冒険ではブラザーハヌはボスストーンの奇妙な装置によって体が縮みます。小さくなった体で冒険を繰り広げ、ボスストーンに奪われた町のお宝を取り戻しましょう。ブラザーハヌのサングラスの下は、狼のごとく鋭い両目。ハヌの視覚を使ってマップ内のアイテムを探し出し、隠されたお宝を探し出しましょう。行ってみるか。ラチェット&クランクのクランクパートみたいだな。ニックキブラザーハヌめ、ついに捕まえたぞ。見るがいい、どれほど小さくなったことか。これで俺の手のひらからは逃げられない。小さくされていない仲間でもいれば壊してもらえるかも。あー、こういうこと？己、自分の口が憎たらしい。秘密を漏らしてしまうとは。なるほどね、入れ替わりながら進んでいかなきゃなんないんだ。お前だ。クールにふんと鼻を鳴らす。チュンフン、チュン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 、フンフン。ちっとも話せないんだね。まあいいや、ありがとうチュン。僕はもう行くね。折り紙の小鳥が作った奇妙なロケットを利用することでブラザーハヌは2つのロケットの間を素早く移動し、本来では到達できない場所に行けます。トランスポート、便利だね。これで一旦元に戻らないとダメか。戻ろう。これで、はい、戦利品も獲得。こっから移動だな。よし、でトランスポート。お、上側に来たね。これなんだ、貴重な戦利品。そう、ブラザーハヌめ、また俺の計画をぶち壊した上に苦労して奪ってきた財宝を奪い去るとは。いいだろう、認めてやる。お前はまた美しき夢の街を救った。だが俺は必ず戻ってくるからな。アイテム獲得。とりあえず終わったぞ。サンポ、何か説明することある？実に素晴らしい。これを見てください。一時の自由、あなたが手に入れたんですよ。これで準備は整いました。あとは夢を見るだけ。二人ともついてきてください。あなたたちに本当のエンターテインメントを味わってもらう時が来ました。
あれは偽物のエンターテイメントだったのか。ごめんね、通るよ。見過ぎだぞ。夢の中で、夢っていうのかな。無境の中で飲んでも酔うんだな。無境ショップへようこそ。このエドワードがご用件を受けたまります。請求列車の開拓者様、またお会いしましたね。今度は二人の面白いご友人もご一緒ですか。どうも、ドクターエドワード。今日は友人に面白いものを体験してもらおうと思いまして。わかりますよね。もちろんですとも。スリルを追い求めるお客様は大歓迎です。それではあなたの無境を読み取らせていただけますか。ええ、僕のを使ってください。昨夜のやつがちょうどいいと思います。え、何をするつもり。こちらは常連のお客様を対象としたサービスです。最近体験した夢を渡していただき、それに関係する感情を加えることで繰り返し体験できるカスタマイズされた夢の泡を作ることができるのですよ。何でもできるの？はい、どうやら分かってきたようですね。あなたも目が覚めた後、まだ続きを見たいと思う夢を見ることがあるでしょ。続きを見たいと思う夢。ホタルさんは興味津々のようですね。少々お待ちください。デモンストレーションとして今回は僕の夢で試してみましょう。材料はご用意いただいていると思いますので、それを私に渡してください。ね、おお、これ？ご寄付に感謝いたします。読み取りが完了しました。屋質を調整、夢の泡を生成しています。生成が完了しました。目を閉じて額を夢の泡に当ててください。さあお姉さん、楽しい時間を過ごしてください。ここはどこ？ヤリーロのあの病院じゃない？ここはベロブルグ仮想部の診療所。なんで誰もいないんだろう。私はどうしてここに。一旦ここで区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。